朝か。はい、ひろよみです。今回も名探偵コナン同級生殺人事件をやっていきたいと思います。前回は、1日目の捜査とか、まあ話を聞いたりっていうのを終わらせて、で今日2日目ですね。今日は予告、犯行予告の日なので、なんか事件が起きそうです。さあ、やっていきましょう。あ、蘭姉ちゃん。あ、おはよう、蘭姉ちゃん。おはよう、コナン君。あれ、あれ、あの、リサさんは？まあね。あれ、リサお姉ちゃんは？顔洗いに行ってるみたい。おう、ついてなくていいんすか？ちょっと、ついてってあげなくていいの？予告の日、今日だよ。まったく。でも、洗面所に行っただけだし。いや、その一瞬の隙をつく可能性は十分あるんですよ。あと、探偵、本当に探偵の娘ですか？あ、リサちゃんは？なんかあったのかな？え、ユミさんだけどうしたの？どうしたんですか？あの、変な男の人が肛門のところに。なんだって？もしやと思って。まさか。まさかの。開幕一番、事件が。お前かーい。お父さん、何やってんのよ、こんなところで。帰ったんじゃなかったんですか？何って、俺はお前たちが心配で。うちに帰ったんじゃなかったの？そうですよね。ゆめは近くの宿屋に泊まったんだわい。ということは、毛利探偵事務所米花町からこの学校と結構離れてんのか。宿に泊まらざるを得ないぐらい遠いのか。そんな人物でもいないかと、今朝からここらをパトロールしとるわけだ。てか、そうなると その子めっちゃなんか引っ越しっていうか、どういう経緯で米花高校に入ったんだろう。だからこんなとこうろうろしてるお父さんが一番不審だわよ。まったくですよ。あ、通報されても文句言えないっすよ。来なくてもいいじゃないか。しょんぼりしてる。かわいそうに思えてきた。一体何の騒ぎなわけ？まあそうなりますよね。なんだ、そうだったの。ごめんなさいね、ユミったら早とちりしちゃって。あー、まあまあまあ、悪いのはお父さんよ。まったく恥ずかしいったら。てか、あのおっちゃん、あの一応世間的には有名なはずやねんけど、意外と顔知られてないんかな。でも心配して来てくださったんでしょ。そんな言い方しちゃ悪いわ。優しいな。どうだか、半分型覗きが目的じゃねえのか。否定できない。ともかく今日一日は私がぴったりついてるから、リサさん心配しないでね。いや、あのさっきあの洗面所行ってた時離れてましたけど。うん、ありがとう、心強いわ。お、なんかちょっと距離が縮まったかね。ため口になってるから。さっきユミお姉ちゃんが知らせに来た時、ずいぶん泡食ってたの誰だっけ。確かに。でも君もまさかとか言ってましたけど、あの僕ちゃんと見てましたよ。ちょっとコナン君。なんかちょいちょいなんか怒られ発生するな。そうなの？やだ。いやー、当日に結構のほほんとしてるね。まさか この声はナオミちゃん。BGM あるのいい、BGM ちゃうわ。これなんかアニメーションあるのいいよね。あ、レイコさん。うわー、怖い。わー、レイコ。まさか。入らないで。まあ、お決まりのパターンですね。入らないで。いや、多分、君も一応、小学生だから入っちゃダメだと思うんですけど。ダメだ。まあまあ確認するまでもないと思うねんけど、
まあでも、なんだかんだわかるコナンすごいな。まあ多分、脈を測ってたと思うんですけど。まあでも、青酸カリ舐めて、これは青酸カリだとか言っちゃい、言っちゃいますからね、コナン君。お、めぐれ警部。事件があるところ、毛利ありですよ。あ、だからの薬病神って呼ばれてるんですよ。めぐれ警部こそなんでこんなところに。管轄外じゃないですか。あ、確かに米花町から離れてんのになんでいるんだろう。わしだってこんなところで殺人事件に関わるとは思わんかったわい。うん、別の要件でこの近くの署まで来ていたんだ。そしたらこの件の報告が飛び込んできてな。たまたま本来の担当者が不在だったんで、わしが臨時に出動を買って出たってわけだ。なるほど、お前ができてますね。いや、結果こうして私と出会ったわけですから、なんとも奇遇ですな。なんかいいのか悪いのかよくわからんけど。まあいい、これも何かの縁だ。ひとまず型通りの捜査を進めるから協力してくれ。あ、でもなんだかんだなんかめぐり警部、承知いたしました。おっちゃんのこと信頼してるよな。はい、ということで捜査を、まあ事件が起こってしまったんで捜査をしていこうかなと思います。あ、鑑識のおじちゃん、ね、ちょっとお話聞いていい？あ、なんだ坊主は。子供がうろちょろしていい場所じゃないぞ。あー、まあまあ普通そうだよな。多分、お、めぐれ警部どうだ、鑑識の結果は。あ、もう鑑識終わったんや。チャンス。死亡推定時刻は昨夜の8時から12時の間。死因はやはり背中の包丁のようです。てか、そういう鑑識って普通死体をなんか司法解剖とかした後に判明するんじゃないでしょうか。まあまあ、まあ突っ込んじゃいけないんでしょうけど。詳しくは解剖の結果を待たないといけませんが。あ、でもある程度わかるのか。今のところはそれで十分だ。あー、すごいな。なんだかんだ日本の科学技術時刻は8時から12時、優秀だもんな。8時から12時。あー、なるほどね。みんながね、ご飯食べてる時ぐらいかな。おまわりさーん。てか、なんか、ごめんな、なんか、死体を。てか、話しかけたいねんけどなぁ。こうすりゃいいのか。あぁ。あ、これでよかった。ボス、警察の仕事を邪魔すると罪になるんだぞ。わかってるか？いや、僕がいなきゃ多分解決できないと思うんですけど。ていうか、この警官の声、高木刑事か？じゃあ、まあ、せっかくなんで、ちょっと、捜査をさせていただきます。背中から包丁で一突き。この角度じゃ即死だな。おー。いやー、まあ、罪にならない程度に、捜査させていただきます。寝床を抜け出して夜中に図書室に来たのかな。何のために。普通な着替えそうなもんやけどな。まあまああんまり突っ込んじゃいけないところなんでしょうけど。お、これでビックリマークがつくところがなんか重要なヒントになる印ですね。床の上に血だまりができてる。血の流れ方からしてここで刺されそのまま倒れたんだな。犯行現場はここに違いなさそうだ。なるほど。他に目につくものはなさそうだな。マジっすか。それだけ現場に。なるほど。あ、おっちゃん、こらごらん、勝手に現場に入っちゃいかん。いや、入っちゃいかんっていうか最初からいたんですけど。あだだ。あー、まあこれもお決まりの流れですね。つまみ出されました。ちっ、しゃあね、
生徒たちに聞き込みでもするか。金捜査開始ですね。あ、ナオミちゃん。おちびちゃん、図書室から追い出されたの？追い出されました。うん、お姉ちゃんは何やってるの？レイコって殺されたのよね、と思うけど。でしょうね、だってあんなにいっぱい血が流れて。あ、ちょっとショックかな。ナオミお姉ちゃん、もしかして死体見るの初めて？まあまあ普通、うん、まあ普通ないと思うんですけど。怖い？怖くなんかないわよ。この私を誰だと思ってんの？探偵クラブの部長。まったく、このナオミちゃんを現場に入れないなんて日本の警察も見る目がないったら。いや、そら ただの探偵クラブ部長入れへんやろ。自称探偵を入れへんやろ。そうだ、あんた現場見てたでしょ。ちょっと話聞かせてもらうわよ。いや、あの、僕何も見てないから。問答無用。逆に聞き込みはされるっていう。発見だって、第一発見者はお姉ちゃんじゃないか。確かに。あ、そりゃそうね。確か昨日図書室に忘れ物しちゃって、それを朝一で取りに行ったんだっけ。ほうほう。そしたら戸を開けた途端に目の前に玲子の死体でしょ。さすがにおったまげたわ。まあそうだね。背中を包丁で一突きだって、警察のおじさんが。なるほど、その包丁は私も見たわ。寮の食堂で使われてるやつだったわね。あ、なるほどね。食堂から持ち出して。食堂なんか誰でも出入りできるから、犯人の特定には役立たないよね。逆にちょっと誰でも犯行は行えるってことか。昨夜の8時から12時の間だって。あ、その辺はちゃんと教えるんですね、コナン。8時から？それもっと限定できるわよ。犯行時刻は9時半以降のはずだわ。それはどうして？図書室は私たちが9時半まで使ってたからよ。レイコが図書室に来たのはそれ以降のはずね。ああ、なるほど。図書室は9時半まで使われてた。犯行はその後ということか。僕、ご飯食べてすぐ寝たよ。証人は？ちょっと待ってよ、僕を疑ってるの？わかんないわよ。小さな子供が犯人だったっていう推理小説もあったしね。それこそただの推理オタクだよ。いや、コナンに言われるってよっぽどやな。お姉ちゃんはどうなのさ。私は文芸部の仕事で、さっきと一緒に図書室にこもってたわ。で、9時半頃部長が来て、もうお開きにしましょうって。まあ、9時半まで働かされるなんて かわいそう。そう、その後は部長の部屋行って寝るまでだべってた。ああ、昨日のあれですね。まゆみさんの部屋で何時頃までいたの？夜中の1時頃ね。その後別の部屋で寝たの。不良だ。だから聞いてんのは私の方でしょ。この証言が本当なら完全なアリバイがある。本当ならな。いや、見てましたやん。誰の仕業かはともかく、レイコが狙われる理由について何か心当たりはない？なんで昨日来たばっかりのコナンに心当たりがあるとか思ってんだよ。そんなのお姉ちゃんの方が詳しいんじゃないの？確かに。そりゃそっか。と言っても、レイコは普段から恨みを買うことの多い子だったからね。でしょうね。だろうな。殺したいほど恨んでたって子なら、まずこの3人ね。ほう。ああ、さっきはそうでしょうね。レイコに普段から脅されてたのよ。脅されてたってどうして？さすがの私もそこまではね。ただ何か弱みを握られてて、お金をゆすられてたみたいなのよ。ああ、その現場見ました。カンニングの件だな。
さっきっておとなしそうに見えるけど、レイ子に対する恨みは随分深そうだったわ。なんかそんな感じするね。殺したいほど恨んでたって子なら、まずこの3人ね。まゆみさん、なぜ？え、まゆみお姉ちゃんが？実は彼女、レイ子と男を取り合って負けたことがあるの。意外でしょ？マジか、男関係か。でも私の敵じゃなかったってことはすでに証明されちゃったんだけどね。ああ、言ってたね、そういえば。このことだったんだな。まあ単に恋敵に負けたってだけならともかく、ひどいはその後なのよ。というと？レイ子のやつ、苦労して奪ったその男をあっさり捨てちゃったの。マジか。哀れなのはその彼氏、レイ子にもてあそばれて失意のあまり蒸発しちゃったって。ひょっとしてどっかで自殺でも？マジっすか。そんな、ひどすぎるな。部長がレイ子のことを恨み骨髄だったとしてもおかしくないわよね。殺したいほど恨んでたって子なら、まずこの3人ね。あー、まあでも、涼子さん、涼子姉ちゃんって玲子姉ちゃんと姉妹でしょ？実は玲子殺しの犯人、最右翼かもしれないわよ。幼い頃から比べられて、父親には疎まれて、多分レイ子を一番恨んでる人間かもね。あー、まあ身内ゆえってことかな。ともかく現状じゃ手がかりが少なすぎるわよね。もっと何か見つけないと。そうだね、まあここは警察に任せて。お前が言うか。何言ってんの。このナオミちゃんの灰色の脳細胞が活動を始めたのよ。見てらっしゃい。いや、あなたも一応容疑者なんですけど。初めて死体を見てショック受けてるかと思ったけど、あの調子なら大丈夫か。はい、ということで、じゃあ調子やっていこうかね。まあ、でもみんなに話を聞いていこう。まあまあ一番心配ですからね。とんでもないことになっちゃったね。本当、レイ子が殺されるなんて。リサお姉ちゃん、ちょっといいかな。昨夜ってずっとランさんと一緒だったけど。あ、確かにお風呂入ってた。そっか、それじゃアリバイはバッチリだわな。ですよね。わからないわ。全然心当たりない？まさか。なんかあるのか。何？何でもいいから話してみて。まさかレイ子、私と間違われて。あー、お城姿に似てるからか。うん、そんなはずないわ。ごめん、なんでもない。で、終わりか。どっちにしろ警察の人には話を聞かれるみたい。ここにいた方がいいよね。そうね、コナン君もあまり警察の邪魔しちゃダメよ。はい、はいはい。で、まあ順番に聞いていこうかな。まあまずは犯人の可能性が高いコナン君。大丈夫？元気なさそうだけど。あんまり大丈夫くないな。ちょっとショック、レイ子が殺されるなんてね。まあでもお金取られる必要性がなくなったからな。警察の人が帰っちゃダメだって。まあですよね。でもすぐ帰れると思うよ。ねえ、ちょっとお話聞きたいんだけど。昨夜は夕食後からずっと図書室で文芸部の仕事をしてたわ。終わったのは9時半頃で、部長が呼びに来たの。もう遅いからお開きにしましょうって。
あ、まあこれ一緒だね。それまでの間、ナオミお姉ちゃんとずっと一緒だった？ええ、あ、いえ、たまに席を立ったりはしてたわ。でも大方は。で、その後は？部長の部屋でお茶会、私、ナオミ、部長、それに涼子さんの4人、うん、ずっとおしゃべりしてて、寝たのは1時頃だと思うわ。あー、これ、この証言は他の人と一致するな。誰が玲子お姉ちゃんを殺したか心当たりとかない？私じゃないわよ。いや、そんなこと言ってないじゃないですか。ごめんなさい。でも私が疑われてるような気がして。あながち間違ってないんですけど。わからないわ、誰が玲子を殺そうなんて。あのさ、音楽室で玲子お姉ちゃんと。あれは別に。咲お姉ちゃん、玲子お姉ちゃんに脅されてたの？そんなことないわよ、コナン君、バカなこと言わないで。あー、ちょっとなんか、ごめんなさい、不安定になってるな。誰にも。コナン君、音楽室でのことは何でもないの。だから余計なことを警察の人に言わないでね。わあ、釘刺された。俺が言わなくても調べりゃ分かっちゃうことだけどな。まあ、じゃあ僕はこれで。コナン君、何でしょう？何？うん、なんでもない。じゃあ、じゃあ同じ1階のユミさんに聞いてみましょうか。誰？あ、なんかユミお姉ちゃん、僕子なんだけど。ミルクアに不安定そうだな。ごめんなさい。これは話聞くどころじゃなさそうだ。マジか。猫の部屋どうなってんのやろ。鍵がかかってる。警察が立ち入り禁止にしたのか。まあまあ、しゃあない。この部屋の捜索は警察に任せよう。まあ、被害者の部屋やしな。じゃあ涼子さん、一人二役大変だと思いますけど。あれ、マジか。じゃあちょっと真由美さんに話を聞きましょう。あ、真由美お姉ちゃん。聞いたわ、大変なことね。大変なこと起きていました。しばらくみんな校内から出ないようにって。まあ、ですよね。容疑者が中にいるわけだもんな。まあ、そうなりますよね。ちょっとお話聞いていい？昨夜は夕食の後生徒会室でしばらく仕事してたわ。9時半頃仕事を終わらせて図書室の2人にも切り上げるように伝えに行ったの。うん。あとついでだから涼子さんを誘って私の部屋で4人でおしゃべりしてたわ。ああ、昨日のあれですね。寝たのは1時頃だったかしらね。これ一緒ですね。この証言は他の人と一致するな。ねえ、私思ったんだけど、まさか玲子さん、リサさんと間違われて殺されたんじゃ。ああ、なんかさっきリサさんもそんな感じのことを言ってましたね。え、どういうこと？あのね、玲子さんとリサさんって後ろ姿がそっくりなの、知ってる？あ、僕も間違えました。うん、僕も一度間違えたけど。だからリサさんを狙った犯人が誤って玲子さんを殺してしまったってことありえるでしょ。あー、確かに。リサさんに届けられたあの手紙を思い出したらそのことがひらめいたのよ。おー、頭いい。だとすると
犯人はリサお姉ちゃんの昔の知り合いユミっていう人になるね。そうね、そうなるね。ねえ、リサさんのアルバムにユミっていう子の写真とかあるんじゃないかしら。その写真を見たらもしかして顔の特徴とかわかるかもしれないわ。あ、そうなんですけど。あ、うん、あったらしいんだけどなくなっちゃってたんだ。なんですって。あ、本当？うん、誰かが剥ぎ取ったみたいな跡が残ってて。まゆみお姉ちゃんって玲子お姉ちゃんと仲悪かったの？誰がそんなこと。ナオミさん？もう完全に疑われてますやん。コナン君、子供がそんなこと聞いちゃダメよ。わかるわね。まあ確かに。ということで、私も後で食堂の方へ行ってみるわ。何かお役に立てることがあるかも。食堂。じゃあコナン君、また後でね。あ、はーい。あ、そういえば陽子がいなかったので多分図書室もう一回行ったらいるんじゃないかな。あれ、何の騒ぎだ。うん、カツラギさん落ち着いてください。あ、お父さんかな。これが落ち着いていられるか。レイコが、わしのレイコが殺されたんだぞ。あ、まあまあ、あれがレイコさんの親父さんか。父さん、警察の人の邪魔になるぜ。外に出てようよ。ここに来てもバスケのウェアなんだ。触るな。お前にわしの気持ちが分かってたまるか。いや、なんちゅうことを。父さん、そうか、分かったぞ陽子。お前が玲子を殺したんだな。これはひどい。カツラギさん、あんた自分の娘になんてこと。そうだ、お前はいつも玲子のことを煙たがっていたろ。お前が犯人に決まってる。警部さん、こいつを逮捕してください。こいつが犯人です。いや、これはこれでなんか名誉毀損で、お父さん、もういい。警察が足りない、なりそうやけどな。レイコ、レイコさんもうここにはいないんですけど。ああ、リョウコさん、なんと声をかけたらいいか。やれやれ、三田家庭だな。そうだね。しかし父親があれじゃ妹への殺意を奪えるか。同情はまだ早いかもしれない。おじさん。おい、死体が片付いたからってその辺荒らすんじゃないぞ。はーい。めぐれ警部、ここは警察に任せといてくれ。君も校内から出んようにな。はーい。あ、てか今の感じってことは多分一応面識、この時点でも一応面識はある感じなのかな。大丈夫ですか。なんだよ坊主か、部屋に入るときはノックくらいしろよ。まあそれは確かにそう思うわ。大丈夫、さっき図書室で。とりあえずノックして、ね、しなかったことを心配してくれてるわけ。謝罪しましょう。サンキュー。俺なら大丈夫だよ、昔から慣れっこなんだ、あんなことは。おー、まあそう、慣れなくていいと思うよ。ずっと昔からな。ねえ、ちょっと聞きたいんだけど。そんなこと聞いてどうすんだよ。まあ確かに。え、別に探偵の真似事かい。
ナオミのやつに感化されたか。まあいいけどな。昨夜は夜中の9時半頃かな、真由美たちが茶でもしないかって誘いに来たよ。茶でもしないか。9時半以前は、ああ、そりゃ飯食って風呂かっくらってからはこの部屋でゴロゴロしてたけど。ああ、なんか飯食って風呂かっくらってのくだりは見てましたね。その間のアリバイはないんだね。いや、まあ、飯食って風呂かっくらってはあなた証言できるじゃないですか。この証言は他の人と一致するな。そりゃもう真っ先に思い浮かぶのは俺だろ、違うか。自虐ネタ。お姉ちゃん、でもな、あいつを殺したがってる人間なら多分他にも5万といるはずだぜ。まあですわね。家と学校じゃ性格が豹変してたからな、そこいら中で恨み買ってそうだったぜ。親父の前じゃ徹底的に猫かぶってやがったのさ、あいつは。そのストレスを外で発散した感じかな。それでさっき図書室で、あ、いや、そのいいって、その通りだからよ。あー、なんか辛いな。俺も警察に呼ばれんのかな。うん、順番に聞き取りやってるみたいだから。かったりんな、それまで接近詰めかよ。結構難しい言葉知ってるんだ。しかしこれで玲子の影ともおさらばか。もう少しの辛抱ってわけだな。じゃあ僕行くよ、また後で。いや、でもあのお父さんとは多分離れた方がいいと思いますぜ。はい、ということで、今回はここで終わりにしようかなと思います。最初さっきの部屋なんや、まあその通りなんやけど、なんか変な意味に捉えてしまうということで、ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価、あとはコメントもお待ちしてますのでよろしくお願いします。それでは。